画面の前の皆様こんにちは、メルクラでございます。今回はエボニーメメントモリというね、メメントモリのウルトラレアを持っていきたいと思います。まあ、一撃死させること、特殊モーションがついて、まあ、一撃死することができるということなんですけども、まあ、これ使うとね、意外と点数手に入らない上に、一人一人やってるうちに最後の一人は非常口で逃げちゃうみたいなパターンが結構多いんで、まあ実験的にどういったマイケルがどういった殺し方をするのかっていうモーションをね、まあ見せたいなという感じです。だからまあまあ別に全滅は狙わないでいきたいかなと。まあ普通に、まあ全滅できたらそれはそれに越したことないからね。非常に明確が張ってるけども、うん、だから一撃死を見せたいなと。リクエストでもあったんだよね。マイケルでメメントモリ使ってみてくださいっていうのね。うん、だからまあ最後の一人をやれるとか一人だけをやれるっていうメメントモリの方を使ってもよかったんだけども、なぜかウルトラレアのメメントモリしか持っていないという事態だったわけですよ。なのでこれを使っていけたらなと思います。脈拍の限界がこれ188なんだけど、ずっとそこ私言ってんだよね今。大丈夫マジで。やっていこう。ウルトラレアメメントモリを持ったマイケル・マイヤーズ、レッツ・ドゥ・ディス。だから第3段階になったら相当強いんじゃない？どこいる？カチッカチッカチッってなってたら修理してるんで、そっと近づいてやりますから任してくれ。ん？いないな。つまり修理してる人を抱え込んで、抱え込んでから落とせばまあまあ一撃死になるんだけど、もういいです。この際もう貯めてレベル3にしてからワンパンタイム発動させ、そっから一気にメメントしていくっていうやり方でいきましょうか。信子からやっていこうか。信子よ、だいぶ近いよ。おっと、いい避け方だ。しかしな、こっちはもう足も速くなっているからな。あ、そういう逃げ方。残念だ、こっちだ。よし。さあ、メメントタイムきます。やってみましょう。しかも最初の犠牲者じゃないか。キルだ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。最初なんか止まんだよね。さあ、こっち来い。うらない。わ、こんな感じなんだ。ナイフ突き刺して。叩かれた、肩を。うら、もう一度だ。どうやら真の像まで届いたようだな。ぷい。ゴミのように捨てる。しかもタグ付けされたやつだったらしい。いいぜ。いいな、これ。めちゃめちゃ爽快じゃん。点数的にはちょっと微妙になってくるかもしれんが、これでガンガンやっていきたいと思う。うん。第2弾も落ちたかな。向こうか。恐怖しているだろう今頃。やべえ、あいつメメントモリ持ってやがるっていう、マイケルの上にメメントモリ持ってやがるっていう風になっちゃうからね。あ、ここか。いるぞいるぞいるぞ。あ、いじってる。おいたー、ぶったー、あの野郎。試させていただこう。あ、はい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 、そういう感じね、そういう感じ。オッケーオッケー。私の糧となれ、私の糧となれ君。いいじゃないか。こう少し計算して第3段階に達するようにしたいですね。そこでいじる。あ、うまいこと逃げたなあいつ。でも修理速度が遅れてるはずなんですよ。というのも、私のあのダイングライトっていうパークのおかげで、タグ付けしてる人が死んでるんで、全体にスピードダウンの効果がもたらされているという状態でございます。いた。おい、メガネじゃない。ミヤちゃんやない。はい。さあ、地獄へ行こうじゃないか。地獄へ行っちゃおうじゃないか。さあ、二人目の犠牲者だ。うら、まずは、はいだ、ここが。からの腎臓だ。ぽい。
ちょっとやべえなこれ怖すぎる、痛々すぎる包丁ってところがもうさらに痛い感じを出してるもんね。いやもうジェネレーター4つまで4つになってんのか、これ3つになった後はね、あパンパンタイムまだもうちょっとあるから、よっしゃ、オッケー、さあ行きましょう。ちょっと待って、あれ出ない、あ出た出た出た、これねメガネ赤帽子、いやー今のでね、腎臓まで到達したからの、うーん赤帽子まで到達したようだな今のは、てっぺんまでいやー気持ちいいぞこれは。いや でもねこれジェネレーターをあと1個起動されたらもうあと非常口疲れちゃうんだよなあやっぱ非常口疲れましたね。うん、まあでもいいじゃないですかね、結構メメントモリをねこう見せれたんでね、皆さんにちょっと編集して短くなってると思うので次のにつなげたいかなと思います。さあそんなわけでね、再度メメント森を最後の一人に使える、やつをね持ってきたので、それで最後の犠牲者だけズブリとやっていくと、まあそれまではねまあまあこう自由気ままに、やっていけたらなと、自由気ままに包丁を振り回して、殺せていけたらなと思います。実はマイケル・マイヤーズ あのマスクって売ってあって本物のね、それ買ってもいいかなと思ったんだけど意外とすんだよね、8900円ぐらい。もうあれでも今のオープニングでもいいかななんてね、もうカツラ取れちゃったんだけどポーンって吹っ飛んでんだけどもういいかななんて思ってますねあれでね。うん、いろいろねマスク揃えちゃうとうち本当にマスクだらけになるもんね、いっぱいあるんですよいろんなマスク。ちょっと待って、そこ、こんにちはこんにちは、ご機嫌うるわしゅうございますっていう感じでね、そっと近づいてきてパッてやるからね。しかし持てなかったな今の。あいた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 、あちょ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 いちょいちょい待てちょい待て、お見ちゃう、あんたのこと見ちゃう、はい来いいやーパークも徐々にね強化されてきて、私もねだいぶマイケルが強化されてきてる。だってパーク4つ付いてますから今、私タグ付けした相手にやたら執着品が出るパークでございますけども、あとは這いずり状態が分かる状態、這いずり状態が分かる状態って何。いやーちょっと前回ね全滅させれなかったんで、今回は確実に狙っていって、さらに最後メメントで綺麗にいくというメメント祭りね動画にしたいなと思いつつ、まだ第一段階だから、あ救われたね、そっと忍び寄って一時期食らわせることもできるんだけども、短期晩成型だから、悪い子はいねえか、悪い子はいねえか、ここで、あいた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 、見られてる、気づいてねえな、こんにちは、ご機嫌うるわしゅございます、ベルクラでございます最高、そっとねそっとお尻を触ってなでってした後に、吊るし、おしかもタグ付けされたやつじゃないか、 この子を大切にしたい、この子の命を大切にしたい、いやもてあすんでんだけど、むしろいやメガネがこの辺にいたはずなのよ、ランク1だからね全然私の心音は聞こえていないはずなんだよね、この近くで張ってたって別にね全然いけるはずなんだけども、おそらくメガネいるはずなんだよねこの辺に。向こう側でなんかジャキーン言うてたから向こう行ってもいいかな、うん、後ろ確認しながら、まあ、救われてもしょうがないかなと思います、まあ、第3に溜めないといけないんだけど、今回溜まりづらくなってるのはちょっとしたことがあって、救われてる救われてる、これたまりづらくなってるでしょ、ちょっとしたことがあるんです、後で説明します。今はねだからそっと私大器晩成型としてそっと少しずつ溜めていく、マイケルなんかやったら今回おとなしいななんて思ってると思うんだけども、第2段階まで来た、君をフォーリングラブしていくからな、痛い痛い痛い、第3までやるぞ、第3まで。なあ。
たまりづらいな、おい。いた、ブッダ、私のことブッダ。ブルーさん、メガネよ、お前の人生を狂わせてやる。こっちに行ったようだね。どんどん追い込んでいくから、そしてお前のメガネを、お前のメガネを汚してやる。メガネフェチだ、私は。ただな、メガネフェチなんだけどもね。あ、ジェイクのメガネどうかな。ジェイクのメガネどうなんだろうね。まあまあ連れてきますよ、うん、あそこ。まあ実際さ、うん、どの人のメガネでもいいっすよ。別に信子がメガネかけようが、うん、今この辺いなかった、こっちのせいか。しかしメガネは落ちんじまいました。今回、おすすめのホラー映画の話でもまたしていきましょうか。デッドサイレンス。デッドサイレンスという、なんか口をね、こうシーってしてるやつのね、話。腹話術の話だったと思うんだけど、私も結構前に見たホラーだから、詳しい話はできないんだけども、なんか腹話術師の話っていうか、腹話術っていうこと自体がちょっとやっぱ恐ろしい。よくよく考えると結構怖いよね。あの不気味な人形にね、腹話術していくっていうのはね、うん、そういったまつわるお話でございます。間違ってたらごめん。全然違う映画の話してたらごめんね、うん、でもね、怖かった記憶はあるよ。面白いか面白くないかは知らないよ。こういう話してたらね、キューブ面白いって言ったから、見たのに面白くなかったですってパッケージをね、写メ撮って私にリプくれたんだけども、全然名前違ってましたよね。なんか、なんだろう、なんとかかけるキューブみたいな、あ、エイリアンかけるキューブみたいな。それバガイボンのパチモンやから、それ、パチモンと言っちゃあれだけども、それね、勝手にね、名前つけられた B 級映画やから、うん、違います、違います、そういう風になっちゃうからね。デッドサイレンスアルマゲドンみたいなやつとかになっちゃうから、言うてみたら前もあったんですよ。アルマゲドンが出た頃にディープインパクトも出たわけじゃないですか。あの頃ね、ディザスター映画が結構あったんだけども、アルマゲドンインパクトっていうのもあったよね。合わせちゃった。まあ、あの子じゃもうだいぶたまんなくなってきてるな。でも第3段階に到達すると、私すごくいいことがあるんですよ今回。それはね、見ていただけたらね、皆さんよくわかると思うんですけどもね。っていうか、もうタイトルにしてんじゃないかこれ。ただもうここまで引っ張ったから、オッケー。ここまで引っ張ったから、私の大器晩成型のね、俺それ秘密にしとくよ。第3段階になったら説明しますよ。もうちょっとでなるんで、もうちょっとで。いってるいってるいってる。もうちょいもうちょいもうちょい、あと1ミリあと1ミリ。もうちょいもうちょいもうちょい。聞いた。さあ今回またしても第3段階に到達すると、もう二度と下がらない、ずっとワンパンタイムをし続けるという、この最強アドオン、をこさえてやってまいりました、うん、やばいね、脈も上がっちゃうね。全然上がってないね。全然上がってない。冷静沈着そのものですけども、やっとこれで私の時代がやってきましたね。後半になってこの犠牲者3人たちは、恐れおののくことになるだろう。予言しておこう。どこだ？そちらか。恐ろしいぞ、恐ろしいぞ。来るぞ、私が来るぞ。みんなちびってもいいんだよ。漏らしちゃっていいんだ。漏らしたようだね。バーン漏らしたね、今ね。プシャーなってたもんね。三つ編み子よ。プシャーなってた。確かに。あなた吊るしちゃう。もうこの際吊るしちゃうわ。持つでしょまだ命。そんな吊るしたことないでしょ、あなたのこと。あ、大丈夫。一回ぐらいしか吊るしてないから、もう一回持つみたい。この間にね、非常口を探されると思いますけども、もうね、おそらく助けに来るんじゃないかと踏みながら、さらにですよ、さらにそこを助けに来たところをメメントして、興奮の一撃死。もう脈上がってきたこれ。
興奮の一撃を食らわせたい。甲骨なまでの表情を私浮かべながらブスリと奥深くに突き刺したい。女の子の奥にブスリとブスリと突き刺していく、そういったスタイルでございます。最後の女の子をね、ラストオブ女の子をね、突き刺していきたい。ちょっと待って、死んだな、その前にあの人非常口使われる恐れが出てくるぞ。まあ いいっすけどね、いけるいける、多分いったいったいった、よし、うぃー、来ました。じゃあ突き刺していただきます、突き刺させていただきますうん、どうかい、どうだい、気持ちいいかい、もう一回いく、おい、行ったみたいですね。ほい、行ったら用なしだひでえ男やなおい。そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。脈上がりまくりですもん、脈上がりまくってちょっとやばい、脈あの130まで来ている、危険危険、うん、あーやっぱね、そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。皆さんの雪ゲームライフの方になっております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。